さあ、今日はですね、角王山にある、もう場所行っちゃっていいですね、麺類玉屋さんというね、この赤いのれんがすごいこう目立つところで来ましたけど、実は今日僕3回目です。最初来た時にあることにびっくりしました。あることとは、店の前に置いてある自転車に合鍵をつけて、あの鍵つけてないということで、これ乗り放題です。例えばこれ角王山の坂もこれで登っていけます。普通に登っていけます。ね、で普通に、この辺すごく治安がいいです。こんなあの、僕のジムのある審査会だとありえません、こんなことは。というわけでやってきたのは名古屋市千種区にある食堂玉屋。何がすごいか実際中入ってみましょう、ね、ちょうど、ね、5時開店なんで、今もちょうど5時開店です。中で話を聞いてみましょう。こんにちは。いらっしゃい。はいはいはい。そしてね、店内入るとね、もう、まあそこにもね、はい、ずらっとメニューがあるんですけど、はい、あちらはあちらの方用で、こちらはこちらの方用のメニューがあって、同じメニューですけど、はい、で多分 おかみさんでよろしいですか。はい、そうです。でお父さんで、ね、はい、お父さん創業はここ何年ですか。100年ぐらいですね。100年。なんかさっきのところで言うと、最初はうどん屋さんではなかったの。うん、初めはね、要するに私のおじいちゃん祖父だ、はい、祖父だよね、はい、おまんじゅう屋さん、はい、それからなんか変わって、なんで変わってか知らんけど、お父さんで何代目なんですか。3代目だね。息子さんが4代目で、はい、ああ3代目。というわけでね、今日はですね、そのおまんじゅうを食べに来ました。ありますか。あります。あります。あえてまんじゅうを食う。カレーうどんと思いきやまんじゅうを食うはないですね。もうここ今日はみんながびっくりするっていう、はいはいはい、その品を食べに来ました。はい、はい、よろしいですか。結構よろしくお願いいたします。それ食ったらからってただになるとか、そういうシステムじゃないですね。そういうシステムは導入してませんね。そこまでやるような余裕がないですね。余裕がない。いやいや、すごい繁盛してるの。僕も3回目なんですけど、お昼に来たんだけど並んでるからね。このボリューム見てください。これ何、こんだけあるんだろう。で今日は注文したいのは、ま、お任せします。そちらでもうこのメニューをちょっとこれでもどうだっていうのを出してみてください。はい、辛いの大丈夫ですか。辛いの大丈夫です。大丈夫です。はい。じゃあ辛い、とっておきの辛いの。辛いの、はい。まあ明日トイレ行けるぐらいの。まあそこまでは選んでおくと。はいはいはい。じゃあそれを作ってみてください。はい。ね、こういろんなメニューがあって、びっくりカレーうどんとかありますけどもね。はい、開いてみましょう。あれ、すいません、間違えました。なんだ今の。なんだ今の。ちょっと待って、俺寝ぼけてんのか。ちょっと待って、どっかで見たことあったな。よいしょ。以上、薬師寺流でした。なんでトラコこんなとこいるんだ。てかお前、ちょっと待って、なんでいるんだよ。いいけど、マイクついてるじゃねえかよ、お前。なぁ、ダーリンはいい、ダーリンはいい。会いたかったわ、ダーリンはいい。会いたかったわ。ちょっと待って、ここの室温ちょっと高いもん。ここと温度差がある。何やってんの。会いたかった。会いたかったじゃねえよ、ダーリン。わざわざ来たのここまで。そうなのよ、ダーリン。せーので、なんでだよ。入ったんじゃないよ。ちょっとここの名物を食べに来た今日。私もよ、ダーリン。本当。今日楽しく一緒にいただきましょうね。本当。はい、よろしくお願いします。すごいらしいよ。あ、ワクワクです、本当に。腹減った、腹減った、腹減った、腹減った。カレーうどんの大盛りです。すごい。これがカレーうどんですね。はい、大盛りですね。はぁ、本当に大盛りに見えないけどね。麺が詰まってるんですか。詰まってます。すごい。うわ、ちょっと待って、動かねえ。これ麺でいうと何玉ぐらい入ってるんですか。2つですね、2玉。2玉、はい。
カレー、これカレーうどんですね。そうですね、はい、それからもう一つは何が来るの。これね、お任せメニューですから、はい、このカレーうどんと、これのこと辛いって言ってたのが、お腹が空いてる。おこれ何ですか。これはこれカツ丼の大盛りです。カツ丼の大盛り、はい、なんか仏様でも出そうなの。最高。これなんかかかってるんですか。そうですね、カツ丼のあのタレが、タレが、はい、なるほど、あのね、普通大盛りに乗らないんですよ、カツが。だから別にしてあるんです。ご飯これ何杯分ぐらいなんですか。だいたい2合ぐらいありますね。2合あるんですか。タイプ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 食べれますか。いや、食える自信ないな俺は。いや、美味しいんだろう。ちょっとこれ小分け、よし、すごいです。こちらはカレーうどんの大盛り、お好みで辛くできます。そしててんこ盛りのご飯がすごい、カツ丼の大盛り、いただきます。すごい、おー、すごいな。これ散ったら熱いぞ、これ汚れるし。そうで、この辛いって言ったら、この大将、このか辛さは調節できます。なんか辛いのやってもらったんですよ。薄くもできます、辛く。あ、辛めに作ってくれたそうです。こんなもんでいってみましょうかね。じゃあカレーうどんいきます。いきます。熱いぞ。あ、カレーだ。食べたい。もう最高だ。カレーのね、この汁とこのうどんの硬さ、このハーモニーが最高だな。うん、これいけるんじゃないか。よし、トラコ、はい、いけ。いただきます。ありがとうございます。ママ行け。ではこちら、どうだめすごいわ。うわー、タイプソースなすっごい、いただきます。もうライスからいただいちゃいます。すいません。ハーフーが分かんない。いただきます。おいしい、またおいしい、おいしい。カツもいいよ、カツも。すごいおいしい、ご飯もおいしいですし、あ、すごいいい感じ、絡んでますね。ダーリンともこんな感じ絡みたい。カツどうぞ。ありがとうございます。目の前で子供見てるっつって。どうしよう。目の前だよ、見てた。どうしよう、どうしよう。小学校早上がりしていく、見に来たっつって。ちょっと時間的に、失礼しました。ではいただきます。真ん中から。真ん中で。では真ん中を。いや、すごい、わ、すごい、え、すごい熱いですよ。え、すごい、行っちゃってください。これすごいですね。すごいわ。あ、すごい。ではいただきます。あ、お子さん見てる、ごめんなさい。あ、いただきます。うん、またタイプ。すごい美味しい。めっちゃ美味しい。ちょっと自分に戻ってしまいましたけど、めっちゃくちゃ美味しいです。ちょっとした共食いですけど、ね、本当そうですよね。ちょっとしたっていうか、だいぶ共食いですよね。めっちゃくちゃ美味しいです。これは行くよ、これは行くよ、これは行くよ、今日は行くよ。美味しい。今日は行っちゃいますよ。すみません、普通にいただきます。どうぞ、普通でいいです。本当においしい。このまま最高。すごい分厚い。分厚いでしょ。すごいですね。こんな分厚いの初めて食べました。そうですね、最高に、本当に美味しい。うん、これカレーうどん最高。
言ってるかわかんない。すごい。いけそうじゃない。うん。うん。うん。昼からこれを全部食べてくる普通のサラリーマン絶対いっぱいいるでしょ。見えますね。余裕で。もう大概皆さん分かって見えるから。今日は。ええ。だからまあ例えば学生さんだったら先輩が食べさせた後輩に。うん。でサラリーマンの方だったら上司があの部下に食べさせたりで。だからこれで大盛りで。ええ。カツ丼でこれで料金おいくらなんですか。これであの普通で750円ですので120円だけいただきます。余分に870円そうです。これ870円。こっちのカレーうどんはそれはあの900円ですね。900円、はい、すごいね。なんて安い、ね、おいしいし言うことありませんわ。ほんまにすごいおいしいです感動感動。しかも隣にダーリンが、最高です。また叩かれるって子供が白い目で見てるやめなさい。やめられないわあの皆さん来てくださるんですよ、遠方からでもね。やっぱこうお客さんお客さんを呼ぶんですよ ね、 ああそうですね。こういうのがあるよって言って、ありがたいことですわ。すごいわ、すごいボリュームだねこれね。カツが分厚いですからね。これの中盛りとご飯がもうちょっと減るんですか。ちょっとだけ減りますけどね。もう普通の方はあまりいないですね。だいたい小小盛りで、小盛りもうち多いから少々っていうのがあるんですよ。そうね、俺いつも少々だ、ね、で少々だと50円引くから750円のカツ丼が700円。本当に安い。そんなに変わらない。変わらないです。変わらない。幸せです。本当に食べてる時特に幸せ。本当に幸せです。良かったです。素敵な偶然ありがとうございます。本当に素敵な偶然嬉しいです。大丈夫ですか。大丈夫です。玉谷さんの大盛りに挑戦。はい、行ってみましょう。おかわり。おいしい。お腹空いてます。うん。飲みます。いけそうですか。うん、ちょっとまだこれはすごい喜んでいただきます。ありがとうございます。何て言うのかな。CM の後、果たして完食なるか。完食。どこ行け。うわあ、いいか。うーん。あ、完食だわ。というわけで、私以外はトラコは完食です。私はスタッフの皆さんに食べていただきました。皆さんに手伝ってもらいました。トラコは一人で食いました。はい、以上です。玉谷さん最高でした。美味しかったです。はい、とても。次は僕は親子丼の来た時にカツ丼の、はい、もうねトラコの見て俺はねファイティングスピリットに火がついた。今度来た俺はカツ丼の少々。うん、食えるか。食えるわけねえだろうな。減量はしてきたけど増量はしてきてねえ。というわけで、覚王山にある玉谷さん最高でした。ありがとうございました。ありがとうございました。